今日は屋根外壁塗装についてご説明したいと思います。よろしくお願いします。よく塗装は何で必要なんですかっていうことを、お話しするんですけど、大体皆さんが建物をきれいにするためっていうことをお答えします。これももちろん正解です。建物が汚れてきたとか、苔が生えてきたとか、粉っぽくなってきたとか、そういったのもきれいにするためっていうのは正解です。ただですね、建物を塗装するっていう本当の目的はきれいにするプラス家を守るコーティングになります。この勉強会では塗装っていうのはきれいにするだけじゃなくて、建物を保護する守る目的があるよっていうのを念頭に置いて聞いていてください。よろしくお願いします。次に、家を守るっていうのはどういうことかっていうとですね、雨漏りしにくいお家にするっていうことになります。普通の雨の時はこのように上から、まず全国で塗装工事を行っているリフォーム会社さんというのは大体1万1000社ぐらいで、千葉の柏とか松戸とか野田とか統括エリアっていうところで大体700社ぐらいになっていて、その中から納得いく1社っていうのをしっかり見つけないといけないです。ただこの700社の中、ハウスメーカーさんとか工務店さん、お家を作ってくれたところとか、あと今ホームセンターとか家電量販店とか塗装専門店とか、まあいろいろあるんです。その中から納得のいく一社を見つけないといけないんです。ただですね、今どんどん塗装工事の業者が増えてて、訪問販売の会社さんとかもすごい多いんですけど、どんどん塗装工事屋さんが増えてて、工事被害相談件数っていうのもどんどん増えてってます。特に訪問販売でよくあるやつなんですけど、また今度はお家の素材の違いがあります。お家の素材の違いなんですけど、まず建築基準法っていうのが各年代で違います。昭和56年の時に地震強くしましょうっていうような建物の基準法ができてて、平成12年の時にはアスベスト使っちゃダメですよとか、そういうのができてる。もっと地震に強くしましょうとか、各年代によって基準が違って使う材質も制限がかかってきてるっていうのがそもそもあります。その年代ごとに傷み方とか劣化が変わってくると。その辺をしっかり知ってる人が診断しないといけないよということになります。その建物の素材の違いなんですけど、簡単に言うと屋根ですね。一言に屋根って言っても、こういったスレート屋根とか瓦の屋根とか金属の屋根とかいろいろあります。こういう屋上の陸屋根とか陸屋根って呼ばれる屋根ですね。このスレート屋根は苔が生えたり塗膜が剥がれたり、厚さがだいたい5ミリぐらいのコンクリートの、セメント板みたいなやつになってます。表面を塗装してお水を吸わないようにしてるんですけど、劣化によって塗装が剥がれてきてお水吸っちゃって苔が生える。暑い夏の日水吸って、急激な次の日天気が良くて乾燥して変形する。冬は夜露が染み込んで凍結して凍って膨張して動くと。そうするとバキバキ割れてきます。冒頭でも話したんですけど、アスベスト使っちゃダメですよっていう法律ができて、アスベスト使ってないっていうのは健康被害的にはいいことなんですけど、アスベストはこう物の中に混ぜると物を強固にするっていうことができてたんですけど、それをじゃあ使わなくなるとですね、非常に脆い建材がいっぱい出てくると。特にこの濡れない屋根シリーズっていうのは結構あるんですけど、これは日波さんのカミールってやつですね。次、塗料の違いの説明をしてます。一言でペンキって言っても、ピンからキリまであるのって聞いたことあると思うんですけど、アクリル塗料とかウレタン塗料とかシリコン塗料、この辺はもう出てから20年ぐらい経ってるんですけど、今でもまだ使われることが結構多いです。ラジカル制御型とかフッ素抜きとかってあるんですけど、この樹脂によってそのピンからキリっていうのが決まってます。こっちの方が安いし、こっちの方が高いけど耐久年数がめちゃくちゃ高いですって。この塗料によって高いとか安いとかあります。先ほどの表に書いてあった耐候年数なんですけど、あれはメーカーが発表した耐候年数なんですけど、実際のお家で塗ったものの耐候年数かっていうと、実はそうじゃなくてですね、これぐらいの板に塗って紫外線のランプを当てて何時間ぐらい持ちましたよっていうのがメーカーの実験です。実際に外に出してみると、メーカーが発表している耐候年数より6割7割ぐらいの性能しか出ないです。ちなみにこれは宮古島の日本ウェザリングセンターっていうところの施設で塗ってる板を全メーカーの全塗料を並べてみてます。最後、見積もりの違いについてです。まず見積もり書っていうのは、塗装する面積とかメーターとかっていう、その大きさかけるその1メートルあたりの単価っていうので金額が出ます。
なので各業者さんの見積もりを見比べた時にですね、数量が多いとか少ないとか、ちゃんと何メーターいくらですよって記載されてるかどうかとか、丸ごと一式いくらですよとかっていろいろ業者さんがあるんですけど、中身が明確になってる方がいい会社さんでいい見積もりだと思います。数年数ごとに大体の工事金額なんですけど、10年から20年ぐらいの第1回目の塗り替えの時はだいたい100万円から130万円ぐらいで屋根壁塗装できたらいいかなという感じですね。20年30年経ってくるとですね、金額が上がってきます。これなんでかっていうと、塗装だけでずっと守れるかっていうとそうじゃなくて、